どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、ポイントサイトの、ね、クレジットカード案件の利用方法と注意事項を徹底解説ということでやっていきたいと思います。クレジットカード案件は必要絶対ではありませんが、まあやった方がね、永年マイルの貯まるスピードは速いです。まあこれに関してはまあ人それぞれね、クレジットカードをたくさん持ちたくないという意見もありますので、まあ、ここら辺はね、人によって判断していただければなと思います。それでは行ってみましょう。この動画を見ると、ポイントサイトの全般のクレジットカード案件にやるべきこと、注意点が分かります。ANA マイルで貯め始めたばかりの方で、クレジットカード案件にね、やっていこうという方は参考にして、取りこぼしにね、注意しましょう。もったいないんでね。1、クレジットカード案件のポイントが最高額なのかどこどこでチェックで確認。ポイントサイト保有条件をよく確認する。カードが発行できたら入会番号を確実にメモを取る。実際に書き留め、クレジットカードですね、配達されたら配達日もメモするということでやっていきます。私はですね、リクマイラー2年目、一応正確には3年目なんですけども、1年目は活動していませんでした。今現在、これよりちょっと7000マイルほど増えまして、15万ちょいぐらいのマイル数を今保有しています。まあ動画でもねしておりますけども、昨年 SFC 修行で保有マイルをね全て使い果たしましたので、このぐらいのマイル数まで減ってしまいました。ですがね、まあ、一応ポイントサイトの、ポイントを全部交換するとプラス20から30万マイルぐらいはあるんじゃないかなと思います。まず一番最初にクレジット案件が 最高額がどこのポイントサイトであるかをどこどこで確認する。まあこちらは、どの案件をするに至ってもですね、どこどこでチェックは確実にしてほしいと思います。でですね、おすすめのポイントサイトは昨日の動画でも、お伝えしていますように、ハピタス、チョビリッチ、石ナビ、ライフメディア、ポイントインカム、ゲットマネーとなっております。まあ、基本的にここのポイントサイトを利用していればですね、仮に利用して、ポイントがもらえないっていう時に、本当にね、ちゃんと利用して利用状況を満たしていれば、ちゃんと対応してくれますし、対応も基本的には丁寧です。まあ、ハピタス、チョビリッチが、その中でも一番丁寧かなっていう印象ですかね。ポイントはですね、全然知らないポイントサイトで、ポイントがすごい高いっていうポイントサイト結構あるんですよ。まあ、今回、たまたまというか、その今これから例に出すクレジットカード案件で独特でチェックしたら、もう聞いたこともないようなポイントサイトが一番ポイントが高いみたいな、そういうのも実際あるんですけども、私はおすすめしないです。なぜかというと、まず、ポイントサイトっていうのは、ポイントサイトもですね、会員数が多ければ多いほど、企業として大きいですよね。それが小さいポイントサイトっていうとまた語弊があるかもしれないですけど、会員数が少ないポイントサイトで、そのポイントサイトが破綻する、潰れる、会社自体がなくなればですね、そのポイントって、ゴミにしかならないんですよね。ですので、そのポイントサイトのポイントがちゃんと、ポイントが交換されて初めて価値ができるもんなので、その全然会員数が少ないポイントサイトで、ポイントをたくさん持っていてもですね、正直危ないとしか言いようがないので、できれば、有名なポイントサイト、こちら今出しているポイントサイトありますけども、ここら辺は会員数も多いですし、マイラーの方みんな使っているポイントサイトですので、基本的にそういうことはないかなと思うんですけども、私はね、実際に1年前ぐらいに、名前は言いませんけども、ポイントサイト1個破綻しておりますので、本当にそこですんごいメインで稼がれてた方は本当にゴミにしかなってないと思いますんで、ポイントっていう意味でも、ポイントはすごい高いからといってね、すぐ飛びつくみたいなのね、あんま
まりお勧めしませんので、そこだけね押さえていただけたらなと思います。で次です。でポイント付与条件の確認は必須です。まあ、こちら NTT ドコモゴールド、こちらチョビリッチの案件で今出ている、案件なんですけども、まあ、獲得条件が、ね、書いてありますよね。カード発行ということは、この NTT ドコモゴールドに関してはクレジットカードを発行するだけで、ポイントがもらえる。まあ、ここが一番重要です。ですけども、この下の2段目とかにたまに結構重要なこと書いてあったりしますので、そちらも確認してください。でですね、中にはカード発行プラスカードいくら利用みたいな、翌月カード発行して翌月の月末までに5000円利用、1万円利用なんてのも結構ざらにあります。まあ、そちらはカード発券とカード利用案件みたいな感じで言うんですけども、まあ、そういう案件もありますので、そちらも注意ですね。でその利用先っていうのもまた重要で、まあ、それがインターネットショッピングと日々の利用では絶対、獲得条件としては満たすんですけども、中でも中にはですね、スイカのチャージですとかアマゾンギフト券の購入とかでも対象だったり対象じゃなかったりします。それが一番大きいところですよね。わざわざ使う利用性もないクレジットカードの利用をですね無理やり使うっていうのは本末転倒ですので、それでは意味がありませんよね。利用しなきゃいけないからクレジットカードを使うっていうのが、基本概念だと思いますので、ということはやはりそのスイカチャージですとかアマゾンギフト券の購入っていうのは基本的に後からね、そのアマゾンで必要になったものを購入できますので、まあ、できればそっちを利用したいですよね。まあ、それが利用できるかできないかっていうのもこの2番目の方に結構記載がありますので、そこも確実に確認してください。もちろん対象外の時は、スイカチャージ、アマゾンギフト券の購入などは対象外ですっていう記載があります。でさらにですね、まあ、最近減ってきたんですけども、カードを発行する際に、キャッシング枠を設定してくださいっていうのがたまにあります。私も1回ですねそれを見落としてポイントもらえなかったことあるんですよ。そのカード発行して、実際にクレジットカード会社で個人情報を入力していくときに、キャッシング希望枠っていうのが絶対あるんですね。基本的にはそれがポイントサイトの条件になってるっていうのがたまにあるんですよね。それもですね、利用するときにですね確認してください。まあ、それもこの獲得方法の欄にですね、今回 NTT ドコモゴールドなのでカード発行しか書いてないですけども、ここに確実に記載があります。もしくは2段目にあります。ですのでこの1段目2番目っていうのは絶対に確認するようにしてください。あとはですね、一つの案件に対してご家族の方やパートナーの方と利用しようという方はこの2番目ですね、下の段に同一 IP アドレスから利用は禁止ですみたいな、対象外になりますみたいな記載があった場合は、片方の方は PC 家の Wi-Fi のネット環境で発行で、パートナーの方は、Wi-Fi を切った携帯の 4G などで入会っていうことをしてください。そうしないと、同一 IP アドレス NG の場合はですね、それだけでポイント対象外になったりしますので、そこだけね注意してください。まあ、私が今まで利用してきた中で本当に一番ミスしがちなのはそこかなっていう感じなんですよね。まあ、クレジットカード案件は基本的に私ポイントもらえなかったっていうのは、本当にそのキャッシング枠を見落として、キャッシング枠なしでねカード発行して、後から気づいて時すでに遅しみたいな感じでポイントもらえなかったこともありますので、まあそれぐらいかなと思いますので、まあ、確
実にこの注意事項と獲得方法をね、何回か見るようにしてください。で次です。で実際にカード発行したらですね、まあこちら、左に出てる画像は、2月ぐらいに発行した JCB のクレジットカード、こちら超ビリッジで利用した案件なんですけども、こちら私今調査中になっておりまして、こういうふうにですねメールを探してメールを送信、メールのこの画面をですねチョビリッチの方に送るんですけども、まあ、カードを発行したら入会番号を確実にメモということで、このお申し込みのカードの下に入会受付番号というのがありますよね。この番号が絶対に必要ないですので、カードをクレジットカード案件を利用した際は、まあ、メールで来た、メールで来る分にはですね基本的にメールに記載があるからいいんですけども、それがない会社の場合は、発行しますよね、個人情報を入れて、でありがとうございましたみたいな感じで最後画面になります、今から審査いたしますみたいな画面になります。そこに絶対入会受付番号って出ますので、そこをまあスクリーンショット撮るなりにメールも撮るなりして、後からねこの入会受付番号というのが分かるようにねしといてください。で、まあ、今回こちら私今問い合わせている最中なんですけども、まあ、今回はこういうメールの受付日時だったりとか、まあ、こちらも利用案件だったので利用した日にちですとかそういうのも必要になってきますので、まあ、カード発行案件だったらいらないんですけども、まあ、入会番号はいりますよ。カード発行&利用案件の場合は、利用ねした日付も合わせて覚えておくと、まあ、メモなどね取っておくことをお勧めします。でさらにですねクレジットカードを配達されたらその配達日のメモをする、まあ、ちょっと手間ですけども、まあ、基本的にクレジットカードなどは、郵便局から配達されると思うんですけども、その際に、ね、配達日もメモを取っておくことをお勧めします。まあ、こちらも基本的に問い合わせした際にカード受け取り日時みたいなのを記入が必要になります。ですので、まあ、封筒を残しておけば基本的にそこにバーコードがついておりますので、そこから、インターネットでねいついつに配達されたっていうのは見れるんですけども、まあ、それもね封筒を探してとかやんなきゃいけないんで、まあ、それ封筒を探して、まあ、封筒捨ててたらねもうどうしようもできないので、まあ、最初にね受け取った時点で何々クレジットカード何日受け取りみたいな感じで残しておくことをお勧めします。まとめです。まあ、なぜこんなことをわざわざするかっていうのはですね、まあ、疑問に持っている方もいると思うんですけども、まあ、先ほどから言ってる通り全てはポイント付与されない時の対応のための保険です。クレジットカード案件は特にですねポイントサイトを経由してクレジットカード発行するわけなんですけども、まあ、私も何度か問い合わせしておりますので、基本的に問い合わせしてちゃんと条件を満たしていればポイントはもらえるんですけども、そのポイント付与されない時にですね必要な情報として必要なので、その保険という意味でね今回ねこういう動画を撮らせていただきました。私もねこのリクマイラーになって今3年、まあ、正式に2年目、実質2年目みたいなもんなんですけども、最初クレジットカード案件やるときって本当にこういうの知りたかったんですよね。よくわからないなクレジットカード案件ってと思ってた中、恐る恐るやったの今でも覚えてますので、まあ、今回、ね、こういう動画を撮って、まあ、これからね ANA マイル貯めるという方がポイントサイトで、まあ、少しでも、ね、お役に立てればなと思って動画を撮りました。まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。